ヨラムは北イスラエル王国の第九代の王。アハブ王の第二子でオムリ王朝最後の王である。同時期にユダの王であった同盟のヨラムはギリの兄弟である。名前はヘブライ語でヤハウェが高めるという意味。兄アヤアハズヤが断しなくて死んだので、その後を継いだ。即位年と在位期間は列王記、第一章十七節では、 ユダのヨシャファトの子よラム在位二年目に即位第三章一節では、ユダのヨシャファトの在位十八年目に王となり、十二年間、治めた。とあるが、これは、寝込んでいた兄の代理として、共同王だった期間があって重複しているためと、考えられる。彼は、父が作った、バーールの石の柱を取り除いたが、ヤロブアムと、同じく偶像礼拝をしていた。アハブの死後、 オムリの時代からイスラエルに支配されていたモアブ王のメシャが反乱を起こしたヨラムはユダの王、ヨシャファートとその支配下にいたエドムの王に援軍を得て連合軍を作りエドム側からモアブに向かった。しかし道中のミミズが不足してしまい、預言者エリシャに頼んだところ水と勝利を得られる預言を聞かされ、実際に言われた通りに堀を掘ったところ、翌朝水がエドム側から流れてきて、 たっぷり溜まった上その水に太陽が赤く映り、モアブ軍は、連合軍が、同志打ちをした地の色と勘違いして、イスラエルの陣営に攻め上ったところ健在だった、イスラエル軍に撃退され、いくつもの町などを破壊され、本城まで追い詰められた。モアブの王は包囲網の突破に失敗して、最後の手段として、長男を城壁の上で生贄にしたところ、イスラエル軍に、 大変なき通りが襲いかかり連合軍側が撤退する羽目になった。預言者、エリシャの預言のゆえに、ヨラムはアラムからの侵入を受けることがなかった。しかし、ベン・ハダデがアラムの王になった時に、イスラエルに侵攻して、首都サマリアを包囲し、イスラエルは牢状になり、飢餓に陥った。この時ヨラムは預言者、エリシャの言葉を信頼しなかった。ヨラムはアラムの王、 ハザエルと戦っていた時に傷を受け、それを癒すために、イズレールに帰ってきた。ヨシャファトの子イエフは、予言者の言葉によって自分が王となることを聞いて、ヨラムを弓で殺してしまった。ヨラムの意外は、イズレール人ラボでの所有地の畑に投げ捨てられた。こうして、オムリ王朝は終わり、イエフ王朝が始まった。この後に、ハザエルが建てたとされるテルダン石碑では、若干、 ヨラムの最後が異なりヨラムは彼の攻撃で負傷ではなく死んでしまったとされている。ドナルド・ J ・ワイズマン、ティンデル聖書中解列王記、吉本真希と訳、命の言葉者、2009年、ISBN 978から4から264022503、P225.234257。以上、列王記した参照全般。 なお、上記のようにこの時、エリシャの勝利の予言は、外れている。列王記には他に、上官11時36分などでも偽予言者、扱いされていないアイアの、彼の息子には、たった一つの部族を与えるという予言がその後の、展開と違う描写がある。列王記六章全般。なお本文に、ヨラムの名前は出てこず、最後まで。 イスラエルの王表記だが並び順からすると列王記の筆者はヨラムの話と思っている。列王記旧章全般。なお本文では、イエフが滅ぼしたイスラエル王家の人間はすべて、オメリ基準ではなく、アハブの家かアハブの子供たちと表記されている。意図は不明。原文は、欠損が多いが、私はアハブの息子、ヨラムを殺したというような意味になる行がある。 ありがとうございます。